らしいね。タケス違う。ちょっと待って、私も書けないんだけど。皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけでですね、はい、今回は、2021年の抱負を、決めたいと思います。お正月スペシャルです。はい、今ここに、このようにね、シューズセットが置いてあるってことは、うん、そうなんです、書き初めなんですということでね、やっていきましょう。まあ僕たち3人ね、あのバンダイマニア、あのモニちゃんが入ってパワーアップしたと思うので、はい、今年1年の方向でしっかり決めて、うん、2021年も突っ走ろうということで、はい、イエーイ、走り出してください、はいはい、でですね、今回はまあただ簡単に書いても面白くないので、いや面白くないよね、はい、用意しましたルーレット。ルーレットで出た条件で書きますという企画です。急に書きたかった私、いやいやいや、試練を与えた方が楽しいよ。そうだね、そういうことですね、うん、それでは早速ルーレット。バンマニ、はい、というわけで、厳正なるルーレットの結果これの形に決まりましたので、早速やっていきましょう。やばいじゃん、完成度。今日って何乗ってる？私ブルブルマシーンだから。ブルブルマシーンね。じゃあ違う、はい、マックスだよ、もちろんマックスだよ、マックスです、これが、はい、よし、じゃあ行きますか、はい、今年の抱負、行きます。え、ちょっと待って、スリーがどこなのか分かんない。マックス違う。ちょっと待って、私も書けないんだけど。バンマニ、じゃあ、いいですか、はい、はい、じゃあ発表しましょう、巨人から。はい、はい、てるーん、大人女子、ちょっと綺麗じゃん。女子にしました。テト派ですよね、はい、はい、ありがとうございます。いい目標や、いい目標や、はい、ありがとうございます、うん、ちょっと待って、なんでパパ言ってんだよ、なんでなんでなんで、今いらんだよ。じゃあ続いてモニちゃん、はい、はい、いや、うまくかけたわ。飯です。飯、はい、どういうこと。美味しいご飯いっぱい食べたいなと思って、一文字でちょっとかっこよくバーンってね、あ、目隠ししてた割には結構うまくかけたんじゃないんですかね。名前さ、どこに書いてんね、名前今日って書いてある。え、違う、え、モーニンちゃんって書いたの。そしてそしてガチョスだね、はい、問題作、今年の抱負は牛です。いやいやいや、牛です。どういうこと、なん、牛、牛、はい、ここピッてなってる、うん、で、なんか足りなかったからもう一回書いたんだけど、もう説明させないで。今年が牛年ということで、うん、牛のようにね、たくましく、しっかり鍛えて、うん、まあちょっといい感じになろうって思って。本当に鍛えんの？うん。名前も書きましたと。はい。ガチョス。いや、書いてないだって途中で、ここ折れたの。もう書けるじゃん。書けん、書けん。どんどん曲がってて。じゃあちょっと改めて見てみましょう。やばい。やばい、うわー、うまく書けた。私がまともや。いや、あなた一応まともだけ書けない。というわけでね、はい、僕たち今年の抱負できましたので、2021年もバンダイマニア、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。皆さんのね、抱負もね、コメントでお待ちしております。待ってるよ。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。怖い怖い怖い。バンマニでは、バンダイの商品やサービスの情報をお届けしています。今日のおすすめ動画はこちら、みんな見てね。キョウティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識はいちごの豆知識。今日はいちご狩りで美味しいいちごを見つけるポイントを教えます。ヘタと実の間に裂け目があるいちごが狙い目です。この裂け目こそが完熟の証なんです。みんな探してみてね。今年も見てね。